12式魚雷は、防衛省技術研究本部と、三菱重工業が開発し、海上自衛隊が運用する、対潜水艦攻撃用の単魚雷。開発中の故障は、GRX5 であり、これは97式単魚雷の開発名称に続く、故障であった。十七式は、外洋、深海域における、敵潜水艦の撃破を重視して開発されたが、十二式は、 海洋作戦の重点が冷戦期と比較して、沿海域にシフトしてきていることを踏まえて、高度な概洋、深海域対処能力と沿海、潜海域対処能力の両立を狙って開発された。技術研究本部が1998年度から2003年度まで、潜海域対戦用単魚雷の研究を行い、2005年度より、深対戦用単魚雷の名称で、 GRX 後の本格開発を開始し、2009年度に実写試験を行い、開発を終了して、事後評価の後、2012年に12式魚雷として、舞台使用承認を受けている。12式魚雷の構造宴会、旋海域は、外洋、深海域と異なり、海水の塩分濃度、水温、海流、海底地形などの変化が大きく、魚雷の音響探知、誘導には、 より高度な技術が必要であることから、12式では、センサ部と誘導部が刷新されている。メインセンサに、旋回域向きに高周波にも対応した新型の、抗体域音響振動シアレイが用いられたほか、人体潜水艦探知用にサイドスキャンその後、磁気センサが追加され、誘導部についても、残響処理等の信号処理能力を向上させている。 97式と同等の弾頭部と機関部を用いながら機関部の運動性を向上させている。サイズ、重量も97式と同等である。また、97式との部品共用度は約38%であり、廃棄処分される97式の一部部品再利用も検討されている。12式は、97式を搭載可能な s h 6 0系や、 攻撃式装置を回収した一部の P-3C、P-1 などの消火機及び、護衛艦のホス -303 単魚雷発射艦、07、式垂直発射魚雷投射ロケットの弾頭部に搭載されて運用される。なお、朝日型護衛艦のホス -303 単魚雷発射艦、07式垂直発射魚雷投射ロケットから、初搭載される。ありがとうございます。